在庫を抱えたくないために、受注制作でアクセサリーを販売している場合のデメリットを教えてください。よろしくお願いします。受注制作のデメリットは納期が長くなるから早く欲しい。今欲しいって思ってくださってるお客様が購入の時点であこの人時間かかるからやめようっていう風に思っちゃうっていうケースですね。それがすごく大きいかな。だから、あのいくら作品が良くてもどうしてもっていう要件に。 満たない場合競り負けちゃうっていうのがありますただそこで待ってでも買いたいって思われるようなデザインだったり作りだったり他の人では絶対実現できるようなものづくりができるんだったらだんだんファンが増えてくると待ってくださる場合もありますただやっぱり納期の面かなはい。だから売り上げが伸びにくいんですよ納期が長いとすごくそこはあります場合によるけどね場合にはよりますはい。あと 単にその納期だけじゃなくて例えば1個売り切れて例えばその次に10個注文が来た時に対応しきれないとかせっかく売り上げを伸ばすチャンスだったのに1個作って送って1個作って送ってっていうのをやっているからその間にお客さんがもう離れていっちゃったみたいな。 ケースがあります。例えばミネズセレクトに乗ったとか、そういうワッてアクセスが増えて、在庫さえあれば、在庫が20個あれば1日で全部売れたかもしれないのに、在庫1しかなかったから1個しか売れなかったとか、そういう売り逃しっていうケースもあるかなと思います。はい。